着出場制限点を強調。ワコールホールディングスの矢島正明社長は11日、8月に子会社ワコールが公表した売り場の接客指針が女性の不安を招いたことを受け、試着室利用は従来通り女性に限定していると強調し、お客様と販売に携わる方の安全をまず第一に確保すると述べた。京都市で開いた決算記者会見で説明した。指針は全ての人が快適に買い物できるよう、高齢者や障害者、LGBTQ、性的少数者の人が売り場で直面する困りごとへの対応方針をまとめた。性別に関わらず利用できるフィッティングルームがある場合はご案内しましょうとの記載があり、交流サイト、SNS で男性客も女性用の下着を試着できるとの憶測が広まった。試着室が利用できないなら売り場で脱ぐしかない。少し恥ずかしいけどそれがワコールの方針なんだからしゃあない。ワコールの下着を買う以上従うぞ俺は。買うのをやめるんじゃなくて脱ぐんかいわら。愚かな会社だ。心は女なんですけど。近いうちに女性用下着メーカーなのに社長が男とか言われるな。手遅れ。変態は黙れ。よっしゃ、ワコール買うで。サルートなので保存した。なるほど、その手があったか。ワイもティーバック試着に行くぞ。パンツって試着できるの？変態心は女性の俺は問題なく利用できるな。どんだけ。女性限定の女性が生物学的女性なのかジェンダー女性も含むのかはっきりさせなあかんよな。これよな。 LGBTQ 差別するな。男女区分けとか時代錯誤も甚だしい。性別によって試着室は使えませんとか人権侵害にも当たる。そもそも裸見られるくらいでギャーギャー騒ぐなよマルンコ。本当はそこなんだよな。女の裸は隠すもの見せるときは売るときなので対価が発生しますっていう意識が行き渡りすぎてるのが良くない。それなら心は男だと言って偽って入ってくんなよ。捕まっても否定すんなよ。おっぱい B カップでブラを愛用してる男もいるんですよ。男はどうでもいい。寄せてあげるブラとか人を騙そうという根性が気に食わん。男性が試着したかもしれないのをつけるのが嫌なんですが。変態男だってババアが試着したブラなんて嫌なのでは。お互い様ギャンやが。ほら、言わんこっちゃないわら。女性限定と言っているだけであり、トランス女性はどちらに分類されるのかに言及していないことに注意が必要だ。多目的試着室。本人が本当に必要としているなら来店自体はいいんだが、絶対に試着で正丸つけて店頭に戻す変態が出てくるので無理。香水に酔わせて試着するおばさんとかも無理。でもワコールって男がつけることも想定してたよね。全部リベラル左翼が悪い。オカマの卒業試験はワコールの試着室だね。多様性アピール、マジでうざかったからな。ゆり戻し起きても仕方ないよな。コウモリ。でも男の子だってキャミとパンチ買うときは試着しいたいよね。脱縮さ。ダメなものはダメだとはっきりと言わないとな。まあエマニュエルもボケナスも消えるし LGBT 問題も改善されるといいな。トランク買ったしはしごを外される企業が続々と出てくるな。わら LGBT とか SD ブスやってた企業なんて国民の敵だよマジで。試着室のカーペットが嫌いなんだか湿ってるし、夏場なんかはちょっと酸っぱい匂いがする。これは LGBTQ 差別事案。まあだからって男が来店してベタベタ下着触ったり買うのは止められないわけだろ。ユニクロとかも男女完全分断した方がいい。男店長が盗撮してくる。トランプが再選してくれて言いやすくなったね。いやなんか広告代理店が手下のマスコミ使ってネガキャンするから。